ビホル県は、ルーマニア西部の県。県とはオラデア。東部は、サラージュ県、クルージュ県、アルバ県、西部はハンガリー、北は、サトゥマーデ県、南は、アラド県と接する。アラド県同様、伝統的には、クリシャな地方に属した。2002年度調査によると、県人口は60万223人。 人口密度は1平方キロメートルに約79.56人。人口の48.6%が都市に住む。都市人口の割合は全国平均より低い。県人口の99.6%がキリスト教徒である。県の総面積は7544平方キロメートルである。県東部は標高1800メートル以上のアプセニ山脈である。 西へ向かって標高が低くなり、丘陵地帯を抜けると西部ルーマニア平原となる。県は主にクリシュル・レペデ川、クリシュル・ネグル川、バルカウ川ら主要河川に挟まれた水路学上の盆地である。ビホル県は国内でも有数の豊かな県であり、県の GDP は国内平均より高い。近頃は経済が多くの建設計画によって上昇している。 ビホル県は国内でもヨーロッパでも失業率が低い県でルーマニア平均失業率5.1%と比較して失業率はわずか2.4%である2003年には人口の25.1%が国の貧困ライン以下であったが2005年には改善され20%となっている県内の主要産業には以下のものがある県西部では石炭と 防機サイトが算出される。主な観光地は以下の通りである。県は4つの都市と6つの町、90の小自治体からなる。ナショナルインスティチュート・オブ・スタティスティックス、ポップやレシャ・デュープ・エトニー・アーカイブド2009年8月16日、アット・ザ・ウェーバック・マシン、ロマニア・アンド・ビーホル・カウンティー・ーセンサス、2002、ナショナルインスティチュート・オブ・スタティスティックス、 ポップやレシャラリーセンシミンテルディガニー19481956196619771992 i 2 0 0 2ありがとうございます。